とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、実績をクリアしていきたいと思います。今日狙う実績なんだけども、砂漠ダイナモっていうやつですね。砂漠の寺院を4分以内にクリアすると、もらえるらしいんだけども、4分。なかなか厳しいと思うんだよね。まあ、とりあえず、デイリークエストじゃなければ、いけるかな、どうだろう。まあ、とりあえず、アポカリプスプラス25のノーマルで挑戦してみます。それでは、やっていきましょう。4分だから、相当きついよね。とにかく、ラコたちには目もくれず、このまんままっすぐ進んでいけばいけるかな。あ、オッケーオッケー、いい感じ。最初のここが、ね、長いところがあるんだけども、今回はそんな長いタイプじゃなかったね。つまり焦げの敵とかそういうのには注意していこう。やられたら多分これ実績クリアできないんじゃない。洞窟にも入らずに行きましょう。で、ボスはもちろん、ワンパンで行こうか。ワンパンすればいいよね。とりあえず最初の、強制戦闘、あそこに2分以内ぐらいでつければいいかな。まだ今1分ちょっとなので、いい感じのペースだとは思う。装備がこれで良かったかもちょっと分かんないけどね。多分大丈夫でしょう。いや、やべ、うわ、これやられたら相当時間が食うんだよな。まあまあ、とにかくこの罠とかには引っかからないように、まあちょっと引っかかったけど、行きましょう。 OK で強制戦闘来た。まだ2分ぐらいだね。まだ多分2分ぐらいなんで、いけるんじゃない。ここをどれだけ早く倒せるか。稲妻のやつ見るのならそうかからないと思うんで、いけるでしょう。この辺りが結構倒しにくい場所なんで、あぶね。と、あとあれだ、雲を食らわないとかね、クモの巣を食らわないようにすればさらにいいでしょう。 OK、 逃げた。一応取っていくか。急げ急げ、こっちこっちか。いや、いい感じのペースだと思うよ。やべ、あっ、ぶね。 OKOKOK、 もうボスすぐそこだよ。ボスはすぐそこ。レッドストーンゴーレムとかももう倒さない。そのまま進む。アイテムも取らない。いいんじゃない？いいんじゃない？いいペースだと思う。で、これでボスを、ワンパンでサクッと倒して、で、ゴールまでダッシュしていけば、これ4分以内いけるぞ。多分。どこいる？よし！ OK！オッケーオッケー、ビッグコーンとかそういうやつがいなければ嬉しい。やべ、いや、いけるやろ、いけろ。どう、いけたか。ネクロマンサーの杖を砕かれた邪悪な村人の王の野望を砂漠ダイナモ一つ阻止したのだ。はい、それでは戻ってきました。ではね、今日からちょっと、実績もね、まだ取ってないのが 2,30 個あったので、それもぼちぼちクリアを目指していきたいと思います。今回のは結構簡単なやつだったんだけども、もう少し難しいやつとかもあるので、まあ、それもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。